ケレマはパプアニューギニア南部のパプア地方中央の湾岸州の州都パプア湾岸に位置している2011年の人口は5885人湾岸地域は大きな河川デルタ地帯を伴ったクボんだ海岸線にちなんで名付けられた湾岸地域は高地から南斜面から多くの川が流れ込む水辺の地域である湾岸地域の文化伝統 知識は外の世界に最初に開かれたものの一つであった。外来の主にキリスト教の宣教師が海岸に住む多くの人々を訪ね、元来の文化の多くを捨て去ることを奨励し、文化を変えていった。この州に上陸した最初の白人はジェームス・シャルメールであり、1885年に最初にイオケアに上陸した。湾岸地域は豊富な海洋生物、ジャングル、 サゴヤシ、ビンロウなどの多くの天然資源に恵まれている。現在は、原油の探索が行われ、高結果を生んでおり、州の主要な収入源となるであろう。ビンロウやサゴヤシは、地元の人々にとっての主要な収入源ではあるが、漁業、製材業及び原油が主要な産業となっている。ガルフの人々は、ビンロウの80%とサゴヤシを、現金化のために、 オートモレスビーの市場に供給している。ありがとうございます。